キノデンプレイヤーの皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕ドラえもんです。本日は戦力差を超えた強さを手に入れる彫像の極意ということでお伝えしていきたいと思います。とその前に、はい、こちらですね、現在公式ディスコードで実施されている攻略情報を投稿すると抽選で豪華な景品が手に入るキャンペーンを実施中でして、その応募用にこの動画をしようと思います、というのを、言うことがキャンペーンの条件になっておりますので言わせていただきました。はい、ということでですね、はい、まああれですね、結構時間は経ってますけれども、時間が経ったからこそいろいろわかることもあったりですね、はい、彫像ですね、はい、解説していきたいと思います。まあそもそもね、前提から始まりつつ、あとは引き方とかね、あとは、実はこうなったらこんないいことがありますよとか、で、あ、最後はやっぱり職業別のね、おすすめというか、もう火力出すならこの、組み合わせ、ステータスの組み合わせがもう最適ですよというところを、今回はね、お伝えさせていただこうかなというふうに思います。はい。とにかくね、すっごい地味な感じのコンテンツなんですけれども、非常にね、その戦力には反映されないんですよ、数字にはね。ただ裏ではちゃんと、その彫像のステータスアップが計算して組み込まれていて、強さには反映されているというね、はい、まあ、そんなコンテンツになりますので非常にね重要かなというところになるかと思いますので、早速参りましょう。はい、ということで、彫像ですね、箱庭の、はい、キノコ彫像、彫像で合ってるよね、はい、彫像に、来ました。はい、まずですね、大前提として、お伝えさせていただいた方がいいかなと思うのは、この彫像の下の、数字の見方ですね、はい、数字の見方、はい、になってきます。で、これ例えば一番下の対ボスダメージプラス 21% で、右側にカッコ 100% とあると思うんですよ。これの見方からなんですけれども、まず、はい、このプラス 21% というのは純粋にこの対ボスダメージがプラス 21% の効果がありますよという、まあ単純にただそれだけですね。はい、で、右側のカッコがですね、これ 100% とありますが、これ上 80% とか 44% とかいろいろありますよね。これはですね、この S ランクの中でも、その中での品質です。はい。なので、例えばね、A を2つ、技能ダメ2つあると思うんですよ。A でもね、技能ダメプラス 35% と 29% ありますが、上 80%、66% に右側なってるじゃないですか。これはですね、この A の技能ダメの中でも、100% をマックスにした時に 80% のステータスアップの効果があるものですよ。66% 分の効果があるものですよというですね。まあ 100% にした時に何%ぐらいの品質なのかというものが示されているわけです。なので、ソラモンの一番下の S の対ボスダメージプラス 21% というのは、もう S ランクのこの対ボスダメージはもう最高級ということになりますね。まずがね、ステータスの見方ですね。あとはですね、これはまあ、皆さんもうね、ご存知かもしれませんが、この彫像は、同じステータスが、重なっていても、重複します。はい。つまり効果は重なります。はい。なので同じステータスが出ても、その分ね上乗せされていきますので、そこはね気にしなくていいですよと。仲間だとね、同じ種族の場合は高い品質のものだけが効果適用されますが、彫像の場合は、効果が重複しますというところは、もう基礎の基礎ですかね、になりますけれども、お伝えをさせていただきます。はい。で、次はですね、引き方になります。引き方の考え方は、例えばですね、今トラモン左がレベル4になってますけれども、上位2個、まあ、もしくは3つですかね、はい、まあ、基本2かな、はい、例えば、今レベル4だと S と A が出ますけども、この S と A を出るまでとにかく引きまくると。で、気に入ったものがロックしてまた引きまくっていくと。で、そのうちにレベルが上がっていってで、次の段階に進むを繰り返すっていう感じがよろしいかと思います。はい、後でお見せします。はい、で、ちなみにですね、これ SS ランクになってくると効果がだいぶ変わってくるので、 SS ランクになってくるとね、相当厳選するようになってくると思います。ただそれまではまずは自分の気に入った、ステータスを、まあ目星をつけてね、はい、上の2つをとにかく狙っていくということで、はい、いいかなと思います。
SS ランクが出ればね、出るようになればね、まあ次 2% ですけども、まあ出たらどんどんロックしてって厳選していくような、そんな感じにね、 SS ランクをいかに取るかっていう話になってきますが、それまではねトラえもんみたいな状況だととにかく S と A を狙うということで言ってます。でまずこれ見ると、はい、 B はねいらないですね。はい、 S と A でいかに埋めていくかということを考えます。はい、で何を埋めていくか、どのようにステータスを埋めていくかっていうのは最後に職業別を紹介しようと思います。ということでどんどんね引いていきます。はい、どんどん引いていきます。はい、S と A が出るまで、ただ A が出てもトラもね、まず言うと技能ダメか攻撃か対ボス、はい、これが出れば固めます。はい、出ました、対ボスダメージ出ました。対ボスダメージはですね、まあ、今ストーリーを進めてますので、はい、あ、S が出た、怪人ダメかさん S が出たけど、トラえもんはマキノコなので怪人ダメはね必要ない。なのでこれは、はい、注意書きが出てきますが、もう捨てます。はい、もうこれはね、もうあ、後ろ、あ、また A 出た、電撃もいらない。はい、もうこれはね後悔せずに捨てます。はい、でどんどん引いていくんですよ。はい、どんどん引いていきます。で最後、あ、最後に引きましたのは結果 B の技能ダメでしたね。これがまあ A とか S だったら最高でしたけど、はい、ということでこんな形でね、はい、進めていくのがいいかなと。でそのうちレベルが上がってっていう形がよろしいかなと思いますね。はい、でですね、これ実は、はい、今トラえもんレベル4で次がレベル5ということになりますが、まあ引き方は今のような話になってきますけども、レベル5になるとですね、まあこの SS ランクのものが、出てくるようになりますよというものが、まあ一つ変化としてありますが、もう一つね、実は、これは、とっても便利な変化があってですね、それがここですね、はい、上ビルド2、はい、これがねレベル5で解放されるんですよ。そうすると、2パターンのこの頂上ステータスのパターンを持つことができるので、そうするとね何がいいかっていうと、PVP 用とストーリーとかボス用の2つにね分けることができるんですよ。そうするとね、さっきのボスダメージも技能ダメに変えられるっていう話になってきますね、トラえもんで言うと。はい、で今の結果で言うと、はい、これで技能ダメージが 241% まで高まったということになります。ここがねもうめちゃくちゃとにかく効いてくるんですよ。これが例えばね、弓、ボウガンかであれば連撃だったり、とにかくね彫像はその職業の特性を生かすステータスをガツッと上げる非常に重要なコンテンツになってきます。はい、なので、本当にね、この彫像、なんていうのかな、非常に重要視してね取り組んでいただいた方がいいかなというふうに思いますね。はい、もうね、なんて言えばいいのかな、同じ戦力だったりしても負けてしまう時の要因って、まあ、研究所進めてるかと、あとこの彫像をどう揃えてるかによっておそらくね勝敗決まってきます。はい、なんでね、まあ研究はどんどん進めればいいですけどね、彫像はねもう彫像を制する者が同じ戦力者の場合は、勝負を制するっていう感じかなというふうに思いますね。なのでトラもとりあえず、ビルド2ができたらレベル5になったらこの対ボスダメージの2つはね、本当は本当はというか、ボス用にして、このビルドは。で、ビルドには、PVP 用にね、作っていくとか、まあ、そういった形をね、していきたいなというふうに思っています。使い分けですね。はい、が非常に重要になってくるかなと思います。はい。で、最後にですね、職業別のおすすめですね。はい、こんな感じですかね。こんな感じですかね。というか、もう、これだと思います。はい、これです。はい。まあ、前提としてはね、火力を出すため、火力を高めるための最適な組み合わせと思ってください。はい、まあまだねストーリーをどんどん進めなきゃいけないので、とにかく火力が重要だと思いますので、まあ特に無課金美課金の方はね、はい、まずはこの、揃え方が、最適だと思います。はい、で剣については、まあそもそもねストーリー進める上で剣というよりか弓か魔法系の方が、魔系かの方がいいとは思いますけれども、まあ剣系の場合はね、はい、反撃多めの攻撃ですね。反撃を3、4個で攻撃を1、2個っていう感じになりますね。で弓ボウガンについては、これはまず電撃はねもう必須ですね。電撃を3個か4個で、一方で、攻撃か会心を1個か2個になると思います。まあボウガンの場合は攻撃で、弓の場合は、会心がね高いのが弓の特徴なので会心をつけた方が良いかと思います。で最後が、魔系ですね。
これはねもう分かりやすくて、結局は技能ダメージをいかに与えるかなので、まあ技能ダメと多め、まあ3つか4つで攻撃を、1つか2つつけられるのが、まあ、一番いいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、特に PVP だとねこのような形がいいかと思います。ボスを踏まえるんだったらボスダメージをつけるのがいいですが、まあ今回はこのおすすめというのは PVP を念頭に置くと、これが最もね火力が出る組み合わせになってくるかと思います。これがねもうどんどん先進んで SS とか SSS ランクになってくると、まだまだ先の話の、まあトラウマも含めてね先かと思いますが、じゃあ PVP でね、あの斧だったらあの体力をもっと高めて反射でどんどん敵を倒していくとかね、いろんな組み合わせが考えられるんですけども、まあ、今のこのストーリーをまだ進めていくという段階であれば、まあ、火力でしょうと、はい、まあ、PVP でもね、まあ、火力でしょうとってなった時に、まあ、このような組み合わせがよろしいのではないかなというふうに思います。まあ、結局はね、まあ、これ海外版のまあ情報というか、攻略サイトとかも含めてねいろいろと見てきましたが、まあ、やっぱりその職業に合った、そこの職業の育成方針に合ったステータスをつけていくかですね。はい、で反撃とか連撃とか技能とかっていうその特色あるものを多めにしつつ、攻撃を加える、まあ、もう弓だと会心ですけども、をというのが、火力を最も高めてストーリーを進められてっていう形になるかなと思いますので、まずはね今の段階ではこの、組み合わせを採用していただければよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、まあちょうどねまだこれから進めていけば SSSSS ランクとか出てくるようになってくればね、またいろいろと考えてくる必要もあるかと思いますが、まあ現時点でね特に無課金美課金者向けには、ついてははいこのような形で良いんじゃないかなと思います。はい、ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。